今月21日から始まる秋の全国交通安全運動に合わせて、兵庫県警と神戸の洋菓子メーカーユーハイムがコラボレーションした商品が今日から販売されています。この取り組みは、秋になり日が落ちる時間が早くなるこの時期に事故が増加傾向にあることから、交通事故の防止を目的に兵庫県警と神戸の洋菓子メーカーユーハイムが共同で実施しました。ショーケースからその場で切り出されるバームクーヘンのパッケージの帯には、生田署のマスコットキャラクターイクタンがランドセルに反射材をつけ、夕暮れ時に手を挙げて横断歩道を渡る姿が描かれています。この商品の売り上げの一部は、事故によって家族を失った交通維持の支援に充てられるということです。帯がやっぱりその横断歩道であったりとかっていう場面で、結構今世の中でその歩行者がいると車のストップ止まるのをどうするかっていう問題とかがあると思うので、そういうのを皆さんがちょっと気にしていただけたらいいなとは思います。車の運転手さんに対しては早めのライトを、で、歩行者の方に関してましては、反射材の着用と、横断歩行者ね、あの手を挙げて合図運動ということで、お菓子を囲んで家庭で、交通安全について話し合っていただければと。また今日は店の前で警察官が歩行者に反射材などが入った啓発グッズを配り、交通安全を呼びかけました。この商品は神戸市中央区のユーハイム本店で今月30日まで販売されています。